はい、今回は、浴室のタイルの汚れ、ちょっと黄色くなるんですね。大深度地熱温泉というのはね、もううちはね、そうしてるからなかなか汚いところは見当たらないんやけど、この辺がちょっと汚れてるよね。これをちょっと掃除してみますね。これ最初で最後でちょっとやります。まずあのバススイーパー36という、これは使います。これもいろんな浴室を使ったけども落ちないんですね、これ。前はね、これをペーパーで磨いたりしてから落としてたんでね、で傷がつくしね、タイルに。もう本当ものすごい労力使ったんやけど、この薬品のおかげでからあっという間にこれ取れます。はい、やってみますね。まあ、今回は撮影のためにちょっとだけしますね。ちょっと入れて、普通はもっとこんなんでね、バーッと拭くんですけど、今回はちょっとだけやから、もうこれでちょっと拭けて、ね、汚れてるとこね、もうとりあえずつけるだけでいいです。つけるだけで、薬品をここまでしておきましょうか。見えんな、ついてるかどうかわからんな。ついてるかな。このバススイーパーの最大の欠点はタイルの目地を傷める。目地がね、どんどんなくなってくるんだよね。これはまたタイルの貼り方のところでまた説明しますけど、だいたいね、わかるかな、目地がもうないよね、これ。この部分はね、タイルの酒屋さん、業者に任せたところなんですね。業者にするとこの目地がね、薄いんよね。硬くすると目地の作業はしにくいのでね、薄いっていうか標準なんかもわからんけど、普通の酒屋さんが練ってするような目地の硬さではね、こんな風に目地が飛んでしまいます。だから僕がするときは目地をちょっと硬めにして、もう押し込むような感じで目地を作ります。こちらがね、僕が作った目地、もうこれだいぶ経つんやけどね、あんまり飛んでないよね。だいぶ持ってるね。もうこれを硬くしないと先ほどみたいに飛んでしまうんですね、目地が。ほとんどこれ目地がないね、ここはね、目地が入ってない。でも飛んでるよね。わかるかな、わかりにくいかわからんけど、目地がないよね。中の下地がもう出てる。だからこの部分も酒屋さんに頼むときは目地を硬くて詰め込むようにしてと言わないと、普通通りの作業ですると、飛んでしまいますね。これは薬品のせいもあるし、ジェットでうちは掃除するからね、ジェットというか、うん、これでね、高圧洗浄機で、だから高圧洗浄機に耐えるだけのネジを作ってもらわないと面倒ですね。はい、もう片乾いたかな。はい、これでもう塗ってしばらく置いて、あとはジェットで、流します。よいしょ。わかるかな。
ちょうどいいね、100円のかかってるところとかかってないところは、はっきり分かりますね。いや、先ほどね、いい加減につけたから、帰ってよかった。100円のついてないところは動いてるでしょ。ついてるところは綺麗に落ちてる。これは、ここはそのままつけたところね。ジェットでやっても落ちません。薬品をつけると、ジェットでやるとこんな方がいい。こんなところが、薬品がつっついてなかったから。これだけの洗浄力があります。これはもう、なんとかな、家庭用のお風呂の洗剤とかなんかでは到底取れません。これが業者専用の薬品を使った方がいい。